地製図番号1番かぼちゃんです。はい、早速今回紹介するお菓子はこちら、じゃん、東京ゾンビー。というわけでこちらビレッジヴァンガードで見つけた不思議なお菓子なんですけど、早速食べていきたいと思います。中にはこのようにですね、なんか東京の愉快なゾンビたちを一挙紹介という点で、なんかいろいろ書いてありますね。今時こんな江戸のなんかよくわからない肝を着たゾンビっていうか、こういう人あまり東京で磨きます。中身はね、なんか銀色の袋で包まれています。では開けてみたいと思います。うおー、皆さん見てください、すっごいなんか真っ青な、なんかソーダのなんか色合い的な、なんて言えばいいだろう、すっごい真っ、もう本当に青いですねこれ。たなんか外国のお菓子みたい。では食べていきたいと思います。味は見た目に反してお米の味がしっかりしていて美味しいです。少しだけね、焼肉の風味がするけど、どっちかっていうと本当お米本来の優しさの味がするお菓子でした。はい、というわけで本日はこちら東京ゾンビという名の不思議なちょっと不気味なお菓子を食べてみた動画でした。皆さんもね、ぜひビレッジヴァンガードで見つけた際は試してみてください。こちらね、今の時期ではあんまり食べないんですけども、もしかしたら今年のハロウィンパーティーとかで食べたら盛り上がるかもしれません。というわけでさよなら、ラビット。